皆さんこんにちは、ピルディスタ小澤です。今週から代表ウィークとなりますけれども、ヨーロッパはユーロ予選ということで、スペイン代表2試合非常に重要な、まあ、この10月シリーズでおそらくユーロ戦決まるなというぐらいに重要なスコットランド、そしてノルウェーとの1位と3位の、対戦相手が控えておりますので、とても重要な2試合なんですけれども、そのスペイン代表になんと早くも一部で7試合しかまだ出場していない超新星、ただ22歳ですから、まあ、ラミン・ヤマルと比べると、かなり年は取ってるなという印象なんですが、グラナダの新星、切れ味鋭いドリブラーのブライアン・サラゴサが入りましたので、ブライアンの話、そしてスペイン代表の最新情報について今日はお話ししたいと思います。まずはスペイン代表の日程ですが、明日12日、まあ、スペインホームセビージャのカルトハで、現在5連勝で首位を快走しますスコットランドと対戦します。来年の、ドイツ本大会を控えるユーロ戦、まあ、このグループで2位になれば出場できますので、まあ、おそらく問題ないと思いますけれども、まあ、上での、負けの借りもありますので、スペインとしては必ず勝ちたいゲームですし、まあ、スペイン代表今年に入って UEFA ネーションズリーグのファイナル4を戦った関係で、まあ、試合の消化数でいうと1試合まだ、他のチームよりも少ないという現状がありますので、当然ながらここで首位スコットランドを叩くことができれば、まあ、首位に向けて、非常に視界良好になるんじゃないかなというふうに思います。そして週明けの15日にはアウェーでノルウェーとの対戦が控えてます。まあ、ノルウェーといえば何といってもハーランド、そしてウデゴールもいますし、今シーズンはビジャレアルでプレーをしているセルロートもいるということで、まあ、攻撃陣強力ですので、まあ、改めてアウェーでね、難しい試合になると思いますので、まあ、正直相手からするとスペイン代表の連敗の可能性もありますので、連敗してしまうと、まあ、かなりユーロ予選これ厳しくなるぞと、予選敗退もあるかなというような匂いがね、漂ってきてしまいますので、負けることが許されない試合なんじゃないかなというふうに思います。そうした中で、スペイン代表今回はルイス・デラフエンテ監督24名をすでに発表しておりました。まあ、基本的にはこれまで、ベースで呼ばれている選手の継続、招集になりましたので、まあ、個人的にはね、ラリアルのセンターバックスベルディア、そしてまあ、ラリーガのミッドフィルダーインテロールでも一番今いいんじゃないかなというぐらいに状態が素晴らしいブライス・メンデスあたりが呼ばれずに、まあ、ラリーガ開幕からこれまた絶好調のベティス・イスコの代表復帰もなかったですけれども、まあ、概ね順当なメンバーだったんじゃないかなと、大きなサプライズはあまりなく、まあ、オエル・サバラの復帰やオイアン・サンセを呼んだというところあたりがトピックスにはなってましたが、まあ、直近の、ラリーガの試合で、ビジャレアルのジェレミー・ピノが怪我をし、そしてバルサのラミン・ヤマルも怪我をしてしまいましたので、2人が招集事態となりました。まあ、それによって呼ばれたのが今ね、プレミアブライトンに行っているアンスパティと、そしてグラナダの新生ブライアン・サラゴサです。冒頭で話したように、もう今季一部でね、いきなり出始めたばかりの超新生で、まあ、2シーズン前にはグラナダの B で、プレーしていましたので、まあ、上から数えて4部のリーグで、セミプロリーグでプレーしていた選手が、まあ、2年も経たずに1年半後には、まあ、なんとスペイン A 代表にまで上り詰めてしまったというね、まあ、これまたすごい凄まじいスピードでの急成長ではありますけれども、まあ、今シーズンのグラナダ、まあ、チームとしての結果はあまり出ていませんが、まあ、やはり前線でブライアン・サラゴサ、まあ、2列目どこでもできますし、まあ、本人は、サイドアタッカーウィングがね、一番しっくりくると言ってますけれども、まあ、バルセロナ戦直近で言うとなんと2ゴールドブレーテで、まあ、残念ながらチームは勝ちきれませんでしたが、まあ、前半1分29分といきなり2点を叩き出す、素晴らしい活躍を見せました。まあ、特に2点目の、カウンターで組んでを相手にしたドリブルの切れ味、そして切り返しからのシュートまでの一連の流れは超ゴラストでしたね。まあ、あの、CL ポルト戦で見事な守備力を発揮したクンデをキリキリ前にしてしまって、まあ、そしてゴールキーパーは手足制限ですから、この2人を、嘲笑うかのように見事な、ドリブルからゴールまでの一連の流れでしたし、まあ、本人も、改めてね、昨日スペイン代表の会見に出てきまして、まあ、会見の冒頭からいきなり、君やっぱりストリートサッカーで育ったんですかと、いうような質問も出てまして、まあ、そうですと、まあ、それが自分のね、強みですというような話をしてましたが、まあ、やはり、まあ、この時代日本のみならずスペインでもね、なかなかストリートサッカーをやって育つような選手がいませんので、まあ、基本的にはみんなスクールやクラブチームで教えられてサッカーをね、始めて育ってくる選手ばかりの中で、まあ、本当にストリートサッカーの匂いを感じる、まあ、今の時代には珍しいブライアン・サラゴサ、まあ、非常に小柄なんですが、まあ、やはりドリブルの切れ味、そして何といっても馬力ありますので、一人でカウンターであれだけ持ち運べると、まあ、組んではあれだけスピードで
量ができて、まあその中で重心の低いドリブルで相手をね揺さぶれるというところで、まあさすがにアラオホが出てきた後はなかなかねカウンター打てなかったですけれども、まあ今シーズンの、序盤のラリーガの中でも、ブライアン・サラゴサ、そしてジローナのサビーニはね、もう素晴らしいサイドでのアタッカーとして、まあ左サイドで、違いを見せつけてますし、まあ右の、久保建英同様にラリーガ序盤戦を象徴する選手の一人なんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん注目して見ていただければと思いますし、まあ会見なんかでも、まあなかなかね、出始めの選手なので、まあ質問に対する答えがあまりにも短くて、まあ、会見のテンポが早くなりすぎてしまって、もう少し記者からすると、ね、言葉を足してもらって返してほしかったなというね、思いはあったでしょうが、まあそれぐらい会見が不慣れで、ウィウィしさが逆に出てたなというところで、逆に私は微笑ましく見ておりましたけれども、まあ本人、小さい頃からのアイドルはレオメッシと、まあまだ現役のね、メッシがアイドルだったというような選手がもうどんどん出てるっていうところも、またこれまた時代だなと思いましたし、まあ契約におけるバイアウト、契約解除金が現状1400万ですから、ビッグクラブ、ある程度ね、資金力のあるクラブであれば、まあ全然余裕で出せるような額だなというような金額設定になっておりますので、まあ冬はさすがにないと思いますが、今シーズン終了後の夏は、まあ争奪戦間違いなしというところで、どのクラブに、行くでしょうかというところもね、進路も気になるブライアン・サラゴサです。それでは最後に、今回のスペイン代表の、招集メンバー24名のうち、まあ、キーパーは、2名ね、紹介できないですけれども、基本的にフィールドどういうメンバーかというところで、紹介して締めたいと思います。はい、こちらに表記できるのが22名のみとなっていますので、ゴールキーパーはウナイ・シモン、そしてケパとダビド・ラジャが選ばれておりますが、ケパとラジャはここには入っておりません。ご了承ください。そして、背番号もこちら、まだ決まっておりませんし、試合によって、スペイン代表の場合変わったりするので、まあ、前回の、9月シリーズの代表戦の背番号をベースに、勝手にすいません、適当にもつけております。右サイドバックから行きましょう。カルバハルとヘッスナバスが久々に入りました。センターバックは、ルノルマンとラポルトの、フランス人センターバックコンビだと思います。まあ、その控えとして、オサスナのダビド・ガルシア、プレミア、アストンビラに行ったパウ・トーレスが控えて、左サイドバックはバルデとフラン・ガルシアのコンビが選ばれております。まあ、個人的にはグリマルド見たいかなというふうにも思います。まあ、そしてピボーテにはロドリが君臨していますので、ラレアルでも好調のスビメンディ、まあ、出番があるかなというところですよね。まあ、そして中盤で言うと、やはりペドリの不在が響くなというところと、ブライスもここで入っていないので、まあ、少しインテリオールのところでのゲームメイクや、まあ、最終的に引いた相手を崩すようなアイディア、まあ、そしてそこからの技術力、得点力みたいなところが少し足りない可能性はありますが、まあ、そのあたり得点力でいうとオイアン三世に期待をしましょう。まあ、中盤のスタメンはおそらくガビとメリーノのコンビだと思います。まあ、その控えとして三世とファビアン・ルイスが入っています。まあ、前線は、アタッカーでいうとやはり、まあ、ウィンガーでね、一人でこの質的優位を出せるという意味ではニコ・ウィリアムス、ブライアン・サラゴサあたりを、使ってほしいなと思ってますが、まあ、モラタをね中心としながら作りますので、まあ、右にフェラントレス、左にオヤサバルという形で、まあ、流動的に動ける、あるいは、シャドウセカンドストライカー的にもね振る舞えるような2人がいてくれるのは大きいなと思いますし、まあ、干せる、パワープレイもできますし、まあ、アンスパティもだいぶね、コンディション戻ってきたようですので、まあ、まずはスコットランド、まあ、もちろんね、カウンターで、プレイインテンシティ高く出てくるボックスのサッカーはできると思いますけれども、おそらくスペイン代表相手にホームとはいえ、ある程度ね、引いてセットしてくると思いますので、まあ、そういう時に、まあ、パワープレイも含めて高さ、パワーを使えるという意味で、モラタ、干せるあたり、今非常に好調で得点力もありますので、うまく、彼らの好調、得点力を生かして、早い時間に先制できるといい展開が生まれるのかなと。 もちろんフェラントーレス、オヤラサバルも、非常にコンディション戻ってきてますし、まあ、何より売り出し中のブライアンやニコが、キレキレのドリブルを見せてくれれば、アウェーとはいええー、スペイン代表を勝利する可能性は、高いんじゃないかなというふうに思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アサラプロキシマ。